キャラクターコレクション。藤原のもこう。では、藤原のもこうの紹介をしていきましょう。もともとは普通の人間でしたが、ある出来事から人を不老不死の人間、蓬莱人にする薬、蓬莱の薬を飲んでしまいます。そのせいで、老いることも死ぬこともない程度の能力を身につけることになりました。年を取らなくなったもこうは、人目を避けて山奥を転々と渡り歩く孤独な生活を余儀なくされます。そして、長い放浪生活の末、幻想郷へとたどり着いたのでした。そんな過去もあってか、表彰やさぐれ気味。しかし、根は面倒見がよく、最近では人助けをして感謝されることに生きがいを感じるなど、他者との関わりを大切にしています。不器用なもこうですが、幻想郷でも一人なわけではありません。獣人の、上白沢慶音はもこうの数少ない理解者ですし、女子高生の宇佐美すみれことも、初対面は険悪だったものの、拳を交わすことで意気投合、交流を続けています。そして、もこうが憎んでいる相手もいます。蓬莱さんかぐやです。理由は、かぐやがもこうの父親に恥をかかせたから。そして、蓬莱の薬を置いていったせいで、もこうが飲む原因を作ったからです。かぐやがやってこなければ、不老不死になることもなかったのに、ということですね。同じ不老不死であることに共感を覚えてはいるものの、憎しみがなくなることはなく、もこうはかぐや相手に何度も決闘を挑んでいます。とはいえ、かぐやもやられてばかりいるわけではありません。東方栄野賞の異変解決後、かぐやは肝試しとして、もこうのもとに主人公たちを送り込みます。主人公たちと会い、経緯を聞いたもこうは、いつも私を始末しようとして、とご立腹。そう、かぐやもかぐやで消しかけているのでした。というわけで、もこうとかぐやは、周りを巻き込みながら、憎みつつも仲良く殺し合いをする日常を送っているのでした。